皆さんおはようございます。今日はなんと2012年1月9日、ヤトベアイナスタッフウッチーの誕生日です。おめでとうございます。イエーイ、ピースしてますね。今日どんなことをするかと言いますと、ヤトベアリーナの、操縦する位置ですね、コースで操縦する位置を、皆さんに確認してもらいたいと思います。さあ、それではウッチ、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、まずは何を。はい、まずはですね、こちらのですね、会場の方ですね。こちらの会場の方、じゃじゃん、あ、ウッチですね。はい、はい、こちらの方ですね。ピースしてますね、はい、ピースしてますね。こちらの方ですね、まずあの受付、ショップの方でですね、受付の方をしていただきましたら、車の用意の方ですね、していただきまして、走行する前にですね、こちらのカード、こちらのバンドカードですね、バンド管理させてもらってるカードの方にバーコードの方を、上にしてもらって当てがってもらうと。来ましたね、はい、ベストの。そうですね、バンドエントリーシステム。 2.4 ギガプロポシステム押しました。エントリー受け付けました。プロポ専用ですね。さあ、そうですね、 2.4 ギガですね。 AMF の場合はこちらのバンドの方ですね、はい。さあ、2.4 ギガで名前が入りました。この状態で走行できる状態になりますね。来ましたね、内山秀夫、はい、9時10分まで。9時10分まで、はい、じゃあ走行ができる状態になります。これでですね、うちのヤタバアリーナでは、はい、1、2、3、4つコースありまして、ね、まずは定常園エリアですね、はい、まず定常園エリアの方ですね。さあ、急いでいきましょう。走ってます。さあ、定常園エリアは、操縦台、メインの操縦台から見て左奥の方ですね。さあ、来ました。ここで、操縦するわけですが、ここ線引いてあります。この線の、枠内で、人間が立って、操縦していただく形。さあ、ウッチーは綺麗に定常園しております。さあ、ここがヤタベアリーナの定常園エリア。一番最初、ラジコン始めたばかりの人が基礎を学ぶところですね。さあ、それではウッチー、はい、次、はい、行っちゃいましょうか。はい、次ですね。早い。こんな巻きで説明しておりますが、これ、なんでこんな巻きかと言いますと、朝の開店前にやっておりますので、開店準備が間に合わないということで。はい、じゃあこちらです。はい、ここは、初級者向けの、コースとなっておりまして、ここもですね、ちゃんと白い線が引いてありまして、この白い線の枠内で立っていただいて、操縦していただく形。なんでかと言いますと、ここですね、通路、目の前通路になっておりますので、しっかり通路を開けた状態でやっております。さあ、コースの方はこんな感じ。ちょっとうち、さあ、ちょっと車の方が調子悪いと本人言っているみたいですが、ここが、初級者向けのコースで、次に行ってもいいですか、うち。いいですよ。じゃあそのまま拾ってきます、ね、ここちょっとコース横切っちゃいますが、突っ走っちゃいますが、次は中級者向けですね。はい、中級者向けのサーキットがこちら。立ち位置こちらと、あと操縦台の上ですね、立ち位置ありまして、操縦台の下でもやはり白いエリアがあります。さあ、この中級者向けのサーキットは、切り返しが深いところと浅いところですね、用意しておりまして、ここでですね、ドリフトの感覚を養ってもらうという状態。さあ、ラスト行ってみたいと思います。このまま、上級者コースですね。さあ、上級者コースでは、こちらですね、中級者コースでもこちらの操縦台立てますが、上級者コースの人と譲り合ってですね、立っていただく形。さあ、来ました、ウッチー。さあ、ここが、上級者コースとなっておりまして、私ちょっと操縦台降りてみましょう。はい、こんな感じで操縦しておりますね。さあ、内山さん、ラスト、どうしてもですね、人が多い時に操縦台立てないって言った時に、ね、一箇所用意してあるんですよね。こちらですね、はい、こちら、はい、操縦台階段脇にですね、2人分でしょうかね、
ちょっと即席で作っているような感じはありますが、ここでですね、操縦することもできると。それ以外の、エリアではですね、もうやっぱりお客さんの迷惑とかなります。なんでかっていうと、やっぱり、操縦台以外のところで、立ち位置以外のところでやったりとかすると、特に、下の方でですねやったりすると、結構やたべらいな広いので、奥の方が見えなかったり、操縦するのは困難な状態になってしまうので、必ずですね、決められた操縦位置に、立って、操縦してやたべアリーナでラジコンを楽しんでいただければと思いますので、ぜひですね、皆様、そこら辺、ご協力の方お願いいたします。はい、お願いいたします。さあ、今日誕生日のウッチーでした。どうもありがとうございました。